イギリス国鉄マーク2客車とは、イギリス国鉄が2番目に設計した客車である。1963年から1975年にかけて生産され、以降は後継のマーク3客車に生産が移行した。車体は半一体構造で設計され、車体強度の向上が図られている。マーク1客車で問題となった大枠の腐食問題の解消し、窓の設計も変更するなど、 整備コストの削減が図られている。登場当初は主に都市間連絡路線で運用され、前任のマーク1客車や後継のマーク3客車との混成編成での運用も多かった。しかし1994年の国鉄民営化後は、電車、機動車の導入が推進され、マーク2客車は新型車両への直接代替や他社、他路線での新車導入で余剰化したマーク3客車への 玉月により運用から順次退いた。試作車コンパートメント式車両。1963年にマーク2客車の試作車である13,532号が国鉄のスウィンドン車両工場にて製作された。この試作車は現在、保存鉄道のミッドノーフォーク鉄道で保存されている。マーク1客車はイギリス国鉄の技術部門の工場と複数の 民間企業の双方において生産されたのに対し、マーク2客車及びマーク3客車はイギリス国鉄技術部門に所属するダービー車両、製作工場のみで生産された。マーク2客車で最後に生産された99万9 9 9 5 5 5号車は1977年に竣工した。この車両は現在もネットワークレールの路線検査車両として運用されている。 マーク2客車の後期型は、外見上マーク3客車と非常によく似ているが、マーク3客車は全長が長くに対して、マーク3客車は23メートル、車体下部の台車の間の格式機類を覆い隠す大型パネルが設置されている。また、マーク2客車の屋根が滑らかなのに対して、マーク3客車の屋根は前後方向に多数の突起が伸びている。 生産数条機の基本型旧車種の心臓に加え、これらを回収、改装する形で、多数の派生仕様が登場している。マーク1客車ではその車体設計を採用した電車、機動車が多数登場したが、マーク2客車での事例は少ない。イギリス国鉄での心臓例は1966年登場の AM10 系電車と、1975年登場の312、 軽の2形式にとどまる。両者とも、電気方式は、交流 25000V50Hz の、河川終電方式で、民営化後も2004年まで運用された。改造では、マーク2回客車のうち29両が、空港連絡列車、ガトウィックエクスプレス用として、488、軽電車へ改造された。終電装置、動力源、運転台を持たない付随車で、 全長が66フィート1、2インチに延長された以外は、ガネ社のマークに開脚車と変化がない。運行時には、488軽電車の両端に、動力車の73型電気機関車と、GLV の489軽電車とのプッシュプル編成で運行された。2004年のガトウィックエクスプレス撤退後に一部が、北アイルランド鉄道や、ネットワークレールに引き取られ、 現在でも運用されている。台湾鉄路管理局 EMU100 型電車。五両編成を基本に運用。また、中華民国の台湾鉄路管理局にとって最初の電車となった EMU100 型は、マーク2客車の車体をもとに、ブレルと GEC 車が設計、製造したものである。台湾の特急列車、自強号として、1978年8月15日に、 西武幹線での運行を開始した。北アイルランド鉄道80系機動車機動車については北アイルランド鉄道向けに1970年代半ばから生産が始まった80系機動車のみが生産された。北アイルランド鉄道では2011年9月25日に旅客輸送から退役するまで運用され続けた。1987年から一部が中古車両として アイルランド国鉄に譲渡されたが、こちらは1990年に退役した。2020年に定期運用は消滅し、現在は主に貸し切り列車や保存鉄道で運用されている。このほかニュージーランドで中古輸出車が運用されている。2002年にイギリス全土の鉄道網をレールトラックから買収したネットワークレールはマークに客車及び、 マーク三客車を改装した機動検査車両を数量保有している。その中には5両の DBS も含まれている。マーク2客車は HST をベースとしたニューメジャーメントトレーンの編成には組み込まれず、31系、57型、97型ディーゼル機関車と連結して運用される。北アイルランドの北アイルランド鉄道、アイルランド共和国のアイルランド国鉄に、 心臓投入されたほか両鉄道とニュージーランドに中古車両が売却されている。北アイルランド鉄道は北アイルランド市とベルファストとアイルランド共和国市とダブリンを結ぶ国際列車エンタープライズでの運行用にマーク2バイト客車を1970年に心臓導入した。期間 1600mm に対応した台車を搭載、車体塗装は栗色と青色で、 101系ディーゼル機関車を動力車として運行された。この編成にはマーク2バイト客車で唯一の食堂車である547号車が含まれており、同車は2008年にアイルランド鉄道保存協会によって復元された。2年にはマーク2回客車改造の元がトウィックエクスプレス用。 不随電車488系の8両を導入し、8941から8948号へ、海板8911号電源車と編成を組んで運行された。2005年に、新型の3000系機動車の導入に伴い一旦退役するが、2006年には、ポートダウンベルファスト間の路線における朝の通勤ラッシュ時の輸送力確保のため最終駅し、 111K ディーゼル機関車を動力車として1日1往復運行を行っていたが2009年6月18日の運行を最後に退役したアイルランド鉄道のマーク2客車1972年アイルランド共和国の C はブレルに対してマーク 2D 客車をベースとした客車を72両発注した客車の内訳は1等車が6両 一等二等号作り車が9両、二等車が36両、レストラン、ビュッフェ付け二等車11両、電源車11両である。後には、輸送需要の変化に応じて、5両の一等、二等号作り車が二等車に再設定され、レストラン、ビュッフェ付け二等車のうちの一両が、プレザデントルコーチに改装された。車内の偽装工事は、インチコーに行って行われたが、 化粧板に合板を多用したり、座席を各席独立型とするなど、イギリス国鉄仕様とは大きく変化している。この客車は冷房を装備しており、足回りは B4 ボギー会社をベースに、機関 1600mm に対応させた上で、真空ブレーキを装備している。さらに、電源規格は、イギリス国鉄や北アイルランド鉄道の車両とは大きく異なっている。 電源車には2種類の発電用エンジン、発電機のセットが搭載されており、それぞれが 220V と 380V の 50Hz、交流電源を供給するため、AC 客車と言われた。エアコンの機器類は2つに分けられ、それぞれのエアコンは電源供給路が独立している。電源車の発電装置のうちの1つが故障した場合、もう1つの発この電源供給方式は、 その後のアイルランド国鉄の客車でも引き続き採用されている。アイルランド国鉄は1989年に15両の客車をイギリスのスクラップ業者からほぼ同数のスクラップのディーゼル機関車と引き換えに導入した。旧式のマークに ABC 客車は腐食が激しく2004年に廃車となったが少数の客車が台車を撤去の上で アイルランドの特定の保存鉄道において保管されている。1972年に導入されたマーク2客車は2007年から2008年にかけて現役から退き、5106と5203、5408の3両がアイルランド鉄道保存協会にて保存されている。ニュージーランドでは100両以上のマーク 2D、E、開脚者のフェードアウト車とツォ者の譲り受け者が、 運用されている。ニュージーランドの鉄道路線は山岳地帯でも建設が容易なように日本でも一般的な1 0 6 7ト、mm、ル期間で付設されていたが車両限界はイギリス本国よりわずかに小さいのみで台車の交換が可能ならばニュージーランドのほぼ全路線でマークに客車の運用が可能であった。ニュージーランド向けの最初の車両は1996年に トランツレールと保存鉄道のメインラインスチームによって導入された。このうちトランツレールの車両は台車の交換以外にも両開き式引き戸の設置などの改修を受け、1999年11月15日からパーマストンノースウェリントン間を結ぶ通勤路線キャピタルコネクションにて運行を開始した。ありがとうございます。